はい、皆さん、ぼこにゃんちゃん、岐阜のこみちんです。サムネとタイトルね、見てもらったら分かると思うんですけど、実はですね、岐阜県のとあるキャンプ場が閉鎖しました。正しくはキャンプとしての利用ができなくなったということなんですけども、その場所がですね、僕のチャンネルでも取り上げたことのあるリバーパークオブサっていう無料のキャンプ場ですね。まあ、岐阜ではね、割と有名な岐阜グランドホテルの向かいにあったですね、河川敷のスペースをね、利用したリバーパークオブサというのがキャンプ場としてね、開放されてたんですけど、そちらの利用がですね、今年に入って、2月頃ですね、キャンプ場としての利用が完全に NG ということになりました。ちなみに僕今日来たんですけども、今水防弾の訓練でちょっとね、これ以上中に入れないということで通行止めになってますね。こちらもともとがですね、市が管理するその公園だけど、まあ一応ね、暗黙の了解、グレーな感じで、そのキャンプもしていいよみたいな感じで、時期によってはね、河川敷もパンパンになるぐらいテントがひしめき合ってたり、夏場になるとこうみんなバーベキューしに来るみたいな、結構ねライトに利用できる非常にいい場所だったんですけど、まあ、そのライトさがですね、完全に裏目に出たということで、結構ね火事、ゴミの不始末、大きくこの2点ですね、火事とそのゴミの不始末が、今回ね閉鎖になってしまった原因というふうに、聞いております。で、特に火事ですね、今ね、こう緑でね、こう生い茂ってますけども、冬場とかはね、一気にまあ元気がなくなって、いわゆるなんか枯れ木みたいになるじゃないですか。そうなったところに、やっぱ河川敷なんで、風も強いんですよね。多分焚き火とかの火がこう風に乗って、そう乾燥した草木に行って大炎上みたいな、いうことが何度か起こったというふうに聞いております。実際ね、その現場に出くわした方もねいらっしゃるかと思うんですけども、ちゃんと消防車とか来たりとか、結構大事だったみたいですね。で、道挟んですぐにね、やっぱ民家もたくさんありますんで、近隣の人からしたらたまったもんじゃないということでしょうね。リバーパークオブザーに関してね、個人的な思い出の話をするとですね、やっぱり普通にね、動画以外でもやっぱプライベートで来てたんですよね。友達だったり、その会社の人とのバーベキューとか、場所も分かりやすいし、夏場なんてね、ちょっと川に足ぐらい疲れて、かなりのね、こう岐阜でも人気スポットだったんですけども、今後はもうそれが利用できないんですよね。悲しい。うちのねチャンネルとしても何度か動画でね取り上げさせていただいて、それこそね、コミチンカレーレトルトのねやつの初期の初期の頃ぐらいにリバーバークオブサで、食べてたりとか、あとなんかクラフトカレーね作ったりとか、こういろいろね、いろいろね思い出もあるし、動画を通じて、まあ、ここ使えるよっていう風に言ってたんで、まあさすがにね使えなくなったタイミング、まあだいぶちょっとねずれましたけども、2月から使えなかったみたいなんで、少しねご連絡遅くなりましたけども、僕の口からもねちゃんと、視聴者さんにお伝えしなきゃというふうに思いまして、この動画を撮っております。で、一応ね今日はいうふうにね、閉鎖されてます。看板見るとなんか5月31日までは閉鎖されてて一切使えないっぽいんですけども、一応公園としての機能は残ってるみたいで、まあ普通にね、何て言うんだろう、お散歩するぐらいはいいよみたいな、そんな感じですね。ホームページの方を見ますと、キャンプでの利用について、キャンプでの利用を禁止していますと。リバーパークオブサおよびリバーパークオブサ広場では、一部の利用者によるゴミの放置、枯れ草の消失、燃えたってことですね、施設の破損など迷惑行為が後を絶たない状況となっています。リバーパークオブサおよびリバーパークオブサ広場はキャンプ場ではありません。キャンプでの利用はご遠慮くださいと、さらにですね、火器の使用は禁止しています。火器の使用、花火、爆竹、焼き芋、焚き火、バーベキュー等
火災や騒音など他の利用者や近隣の住民の方々に迷惑をかけ危険を及ぶ可能性があるため禁止していますということで、はっきりとね、市の方からダメだというお触れが出たということで、今後はねできないですねバーベキュー。でも知らない人もねたくさんいそうなんですよ。僕も2月から一応 NG だったんですけど、たまたま視聴者さんからのリップかなんかで気づいたのかな、コメントか何かでっていうのがあって、あそこ使えないんだっていうのを知ったんですけど、知らない岐阜県民でね、こう岐阜市に住んでても知らない人もねめちゃくちゃいそうです。なのでもしかしたら夏になると勝手にバーベキューしちゃってまたトラブルがね起きる可能性もありますね。ただ一応、バーベキューと夏季厳禁みたいな感じのコーンが立ってるっぽいので、さすがに気づくかなという感じですね。あとは、テントやタープの使用も禁止されています。ペグとかね打つんじゃないよというのが書かれていますっていう感じですね。気になった方は一応ホームページのね、リンク概要欄に貼っておきますので、しっかり読んでくださいという感じですね。今後ねリバーパークおぶさんに来ようかなと思ってた方はねもう残念ながらですけども、利用できないということですので、そちらはね非常に残念だなというふうに思いますね。どうしてもねやっぱ民間じゃなくてね市がやってることなんでね、みんなの協力のもとで成り立ってたんですけど、もうそれがね成り立たなくなったということですね。非常にこう悔しいというか、こうなんかできたんじゃないかなっていうね、気もしますけども。僕の住んでる岐阜県でねまた一つ大きなキャンプ場がね、なくなってしまって非常に悲しいので、これ以上ねキャンプ場がね、減らないことを祈りつつ、僕もねもっとこう積極的にこうキャンプ場利用しながらですね、岐阜県の魅力を皆さんにねお伝えできたらというふうにちょっと改めて思いました。ちょっとね最近藤橋キャンピングベースの様子も見に行ってないので、ちょっと今度ね時間作っていこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。